もっと近くに言いますと、実はプリンス自動車。ここの桜もすごいね、ほんと。保ったんでしょうね。はい、高崎駅です。今から上新線に乗って、上州富岡駅、そして富岡製糸場に行きます。12時53分の電車に乗って行きます。はい、今から下仁田ネギの下仁田駅です。これ乗っていきます。下仁田製糸場と、世界遺産登録ということで、富岡製糸場駅、上州富岡駅下車です。はい、今から行きたいと思います。歩いて10分。この町並みもまた川崎屋食堂がいいんじゃない。これこういうちょっとした食堂も、もうちょっとお昼食べてもよかったな。こういうなんか東北って感じもするな。世界遺産になったからといってね、こういうとこは変わらないんだろうね。ローソンが京都のような仕様になってますね。景観を損なわないように。わあ、ここいいね、雰囲気いいね。だから結局その全国のいろんなとこから女の子がこう来たわけで、そこで教えてもらいにね、機械の使い方とか。だからこれ外国人の人が来たらすごいだろうね。本来ならそのインバウンドの富岡製糸場まで380m。ここは何だろうね。あ、こんなバスができる、乗車できます。あ、富岡製糸場からこんなん行くんだ。あ、見えました、見えてきた、見えてきた。2時から説明なんだよ。だから今40分だからちょうどいいね。なんかちょっとこういう感じって、なんかこうあの会津若松の雰囲気似てるね。なんか明治時代の建物らしいよ。明治だかな。ここで券、ここ券売ってるから、ちょっと券買いましょう。うん、これは何、このかつての何かなんだろうね。ネギペンケースだって。ほんとだ、ネギタオル。1000円ネギタオル高いね。ペンケースもいらん。下仁田ネギメモ。さあ、ここちょっと写真撮るか。入り口で、うん、うん、そうだね、すいません。はい、ちょっとこう入り口撮ろう、ここで、うん、ここ。はい、富岡製糸場着きましたよ。今からちょっと説明を受けながら回りたいと思います。まあね、ネットでちょっと見たんですけどね、やっぱりね、ガイドツアーついてた方がね、面白いんでね、行きたいと思います。誰もいないのかもしれないですけどね。製糸場着きました。お、ガイドツアーの番号です。あ、すごいね、どこのやつ。あ、あそこか、うん、あそこのモニターがここに映ってるそうです。このくらいの大きさ。あ、動いてる、動いてるよ。食べてる、食べてる。でもこれが眉を出すんだよ。糸を出して眉を作る。だからこいつはどうなの。で、あとは調子に映ってるそうです。これが、まあ、モスラですね。三つ渡したよね、うん、これがなんかすごいね。もうすごい。今から2本、はい、どうぞ。はい、行きます。さあ、このイヤホンをもらいました。このイヤホンが聞こえるんですね。わあ、桜が綺麗。間にレンガを通じて、こっちレンガと。
これが鉄の、あの鉄筋ですと鉄筋電化銅ですよね。ご神木だ。ちょっとあとかなり何だか分かんないけど、くっついてきた建物。ここすごいな。扉とか。説明しやすいですね。実はこの建物を見ていっても、明治5年、本当かいねって言われると、私も知らないんです。でもっと正確に言いますと、実はプリンス自動車です。プリンス自動車が合併されて、終わったのね。あ、ここすごい綺麗だね。病院か、これ。あ、病院があるって聞いてたわ、あれ。肩こら診療所。じゃあ、最後に工業さんが作った。わあ、ここも綺麗だな、桜が。ちょうど一番いいね。当時は桜はあったんですか？これないんですか？話聞いた話では、昭和の25、3年ごろになって植えたらしいと。寿命があるからな、桜。あら、本当だ。これ高さが30メートル。南側に行きます。電車が来て、静止場に来ております。桜が素晴らしいです、ここ。すごいね。これが、これこそ世界遺産。満開です、満開。今3時ですね。いやー、満開。
ちょうど本当にいい時期に来ました。この満開どうですか、このね、片倉市の年間固定資産税6000万払ってるそうです、この富岡製糸場。いや空も素晴らしい。これさ、人形だろう、こういう場所あんのかね、本当に、美術館なんだよ、富岡市立美術館。いつこういうあれやもんね。あ、こっちもずーっと向こうまであったんだね、これが。まあだから詰まったりしたら直せると、ここをね。だから手でやってた時代に比べたらさ、もうこれものすごい早いわけでしょ。こういうふうにやってるの、機械で。これ何、昭和60年頃でもやってたんだよ、こうやって。だから明治5年と書いてある。これがですね、明治5年という証になるそうです。はい、こんなになってますよ。原料火災、売店とかもある。ああ、建造物ね。8。ブリナでしょ。こう入ってきたんだよね。でこっちの見てないよ、西前倉庫の。元従業員ね、ここで働いてた人たちの、昭和62年まで働いてたって言ってますからね、この工場は。形がねバラバラだったというレンガ。これはもうあのだな、イメージ通りの取材地。こういうとこ行ってのは、まあ、ここら辺を見たんだよね。ここを見て、ここ行ってこの裏行ったけど、こっちの方見てないね、なんか。あー、ここ綺麗、桜が。あ、ここも桜木でブルナエンジンだよ、これが。これも明治時代の建物か。これが繭玉、繭玉でね、溝入れてたね。あ、そうだ、ここの、そうだ、黒いとこ。あ、すごいね。この本ね、タンクが水槽がありましたね。すごい。ああ、行きましたね。行きました。あ、向こうから入ったとこですよね。そうですね。あ、それは行きました。はい、あれは昔はなんかレンガでできてたって言いましたよね、あの水槽。ああ、それで持っちゃうから、うん、あれに変えたんです。そうです、はい、はい、ここの桜もすごいね、ほんと見るとこ満載だわ。大きいね、こんなに。何、こんなに、何、明治時代にこんな何、綺麗な構造のものがあったんですか、本当に。まあ復元機だろうけど、まあここまであれだろうね、材料は綺麗じゃなかっただろうけどね、シリンダーとか。でもこれ動いてないから。ああ、動いてんな、これか。ああ、人数制限をします。まあ大丈夫ですね、これらだけでしょ、多分。今はもう日が陰ってきてますからね。すごいね、ここも前をここに置いてたんですね、倉庫で。まあ2階だから湿気とかね、そういうのもないでしょうけど、すごいな、ここ。清潔に保ってたんでしょうね。あ、ということでね、富岡製糸場見学してきました。とてもいい勉強になりました。もう見ても見ても見飽きない。なるほどね、うん、すごい良かった。うん、富岡製糸場、見学終えました。とても素晴らしい、明治5年に作られた、建物、とても勉強になりました。はい、ということでね、この動画少しでも気に入っていただける方をいられましたら、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではさよなら。商店街もかつて昭和62年ぐらいまではここ富岡製糸場も創業してたんでね、その頃はねまだ活気があったと思いますよ。結局まあその倉庫で働いてる工員の人とか、
仕事をそこで、まあ、飲んだりねするので、そういう飲み屋さんも流行ってただろうしね。そういうのはね、僕の実家の三井の三井造船玉野にあるんですけど、そこもね今もうほとんど、商店街もちょっと部屋少なくなっちゃったんでね、そこら辺はねやっぱり時代によって産業の成り立ちも変わってくるし、まあ経済もどんどん変わってくるっていうことですよね。ただこういうふうにね世界遺産として登録されるっていうのはね素晴らしいことだと思いました。ロッカーもちゃんとあるし、駅もねほんと綺麗ですよ。じゃあちょっとトミさんと写真を最後撮りたいと思います。トミさんとツーショット。高崎駅に行く電車でございます。あー、これ向こうから来た、これ下仁田駅ですね。はい、それでは今から電車に乗って高崎駅を目指します。この電車で高崎まで20分ぐらいですかね。電話が忘れ物がございます。